さあカエルたちがようやく集まってきました。今から霧吹きでね、上から雨みたいに降らしてみましょうかね。どうなるでしょうか。雨と勘違いして結構いい子なあかんかな。雨だぜみんな。わかりますか、カエルの体が徐々に光沢を、お、ゲコってなんか泣き出したな。もう体が徐々に、アマガエルはね、雨のね降る前ぐらいから泣き出すんですよね。さすがに泣かんな。まあやっぱりね、自然の雨とは違うんでね。さあみんな出ていいよ、部屋でのねお散歩の時間だよ。おい、また出ていいよ。おい、チビオも出ないの？出ないじゃん。ふふふ、行きな。よしよしよし、チビオもほら、チビオ出んの？なかなか出んな、この子ら。あんたら出んな、出んな。なんで今日は出んの、あんたら外に。豆たら外出会えじゃん。いいよ、何やっとんの。さあ皆さんどうも、腹ペコです。11月12日ですね、夕方5時ぐらい。今日は水槽の掃除をしがてら部屋のお散歩、部屋んぽというねことをしてね、カエルたちをストレス発散でね運動させていますが、腹ペコがね照明焚いて喋り出したらね、空豆と、あとさっきじーっとしとったね、これ太郎ちゃんかな、太郎がねじーっとね腹ペコのを見つめ出しまして、餌がね配られるんじゃないかとね、太郎は待ちわびてますけど、太郎今ね掃除中に、あのね水槽のね影に隠れてたコオロギが3匹いてね、そのうちの2匹をバクバクっと食べました。賢い子だ、水槽にねギリギリまで残ってたんですよ、この子。掃除したいね、さっさと出てほしかったんですけどね。そんなこと言っちゃうかんな、太郎にな。豆太郎やな、あんた。太郎にそんなこと言っちゃうかんな、豆ちゃんな。豆ちゃんはね、昨日、箸で餌をね、あげました。さあ、全体を見ると今こんな感じです。緑をね、どんどん増やしてます。さあ、みんな元気に遊んでくれよ。こんな隙間に隠れてる子たちもいます。何しとん、太郎とネズミ男じゃないか。あ、ネズミ男向こう行っちゃった。太郎隠れとるわ。これは今どこかと言いますとね、観葉植物のこの隙間なんですね。もう完全にね、ここのテーブルから降りれないようにねガードを設けました。土管の奥の方にね入ろうとしてる子もいますね。豆太郎ちょっと降りて、水槽の準備するもんで、あんた、はい、豆ちゃんちょっと塗って、よし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 、ちょっとそこで降り越しとって、あんたこのブロック水槽にね設置したいで、ブロックも吹かなあかんで、綺麗にな。置いて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 、畳の上、よしよしよし。奥に世界一かわい山がありがった。何しようかなとかで。いいね、元気に遊び始めましたね。豆太郎と昼寝ガエルさん。ん？こんなとこに隠れとった。太郎だな、奥は。奥のでかいの太郎ちゃん。手前ネズミ男、何しとん。そっから外出ようとしたの、またプレステ2のとこ行こうとしたな。あの奥にプレステ2。ああ、太郎がなんかよじ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 登ろうとしてる。太郎、また上行こうとしてる。あんまた、
そら豆が降りれんかなって見とるな。やめてよあんたね、こんなとこからね降りられてもね困るでな。シュッシュッシュ、あかんで、諦めてくれ。よし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 。今遠くから見るとね、右がそら豆、左豆太郎と昼寝カエルちゃん、世界一可愛い山がある。おお、なんか覗いとる子がある。ワニちゃんかな、君は。ワニさんか、おワニさんや。おー、びっくりした。ワニちゃんどうしたん。太郎の視線の先にカエルがおるな。あの奥に入るな、チビオとかかな。太郎が登り始めた。これ以上はカメラで追えないところに入ってきましたね。実はここにもね、あ、チビオ、ここだ。チビオちゃん。太郎を追ってみますよ。追った。太郎。壁濡れとるでな、登れるのかな。太郎ちゃん。器用に登っとんね、あんたね。太郎さん、器用やな、あんたはな。太郎山どういう状況かをね、ちょっと全体で見てみましょうか、遠目で。こんな奥に太郎が入ってるわけですよ。ここ限界値かな、一番離れて。ここネズミ男とか太郎は奥の方が落ち着くんですかね。多分ずっと奥に隠れて出てこないな。対照的に昼寝さんはもうどこでも昼寝ができるね、能力身につけてるんでね。せっかく畳引いてあったのに床に降りちゃった。